おはようございます。ジャスト株式会社代表関正行です。今回の北朝鮮のちょっと関連したお話なんですけど、今すごいよね。すごいって感じ。どんな感じしてる？なんか混沌というか、一触即発というか。ちょっと今っつってもね、違う、時を経て見てる人いるから、結構北朝鮮のね、キム・ジョンなんだっけ、ジジョョンウンですン、ジョンか、ジョンって、若い指導者が、ね、お父さんの後継いで、核開発して、ミサイルバンバン撃ち上げて、ね。だんだん、アメリカの方も怒ってきて、で、アメリカに、そのうちアメリカに、届くんじゃないかっていう、ミサイル、ロサンゼルスだったり飛んでくんじゃないかっていうのを開発しそうだと。で、中国なんかもう、もう当然北京ぐらいは届くの、ミサイルはもうできてるって、もう中国も北朝鮮嫌になってきちゃっていう話で、あれだね、もう北朝鮮に対して中国もこうあんまり親近感、昔は違ったけどね。もうだんだん包囲網が固まってきちゃって、本当孤立。ただあれだよね、多分資金源は結構アラブの関係あたりから来てるとは思うんだよね。そういう意味では完全孤立じゃないんだけど、正式な国際社会から孤立しちゃってるんだけど。で、私の父親が85、6歳なんだけどね。で、大体中学生ぐらいの時に、戦争経験してるんだけど、戦地には行かなかったけどね。いや、親父が言うにはね、いや、今の北朝鮮は戦時中の日本とそっくりだってんだよね。天皇陛下万歳とか言って。でね、僕がよく感じたのは、包囲されてる感覚もあれだよね。そっくりだよね。要は、日本はこの中国にこういろいろちょっかい出したりね、モンゴルの方もちょっかい出したりして、国際社会から完全に孤立はしてないね、実は。ドイツもそうだし、イタリアもそういうことしてるから、要は悪者同士になってて、ほんで、三国同盟とかね、結んだんだけど。でね、これ、どういう心理状態だと思う？当時の日本と、北朝鮮。ドイツなんかもそういう心理状態は似てるかもしれないね。おそらくね、被害者意識、被害者、俺たちは被害者なんだよ。で、だんだん石油なんかも止められたり、この物資の輸入を止められ、輸出に止められちゃったりして、どんどんどうなる、だんだん干上がっていくよね。そうするとどうなるかってことだよね。これがどんどん強まって、これについての一つの特徴、二つぐらい特徴があるんだけど、どういう特徴が出てくる？心理的に。これね、一つはね、自分たちは絶対的な正義だと思う。そうすると、変な話なんだけど、何やっても構わないって。何やっても構わない、自分たちは。あともう一つは、自分たちは正義なんで、神様みたいなのついてくれてるだろうっていう。わかる？この心理は今でもあれだよね、イスラム国とか、イスラム教徒の人にあるかもしれない。これ、自分たち何やっても構わないし、ぐらい正義だと。で、だから、何やっても構わないんだよ。核ミサイル発射しても構わないって話にならない。なります。で、最終的には神がついてるんだって。戦時中の日本もそうで、神風が吹くとかさ。その頃は核じゃなくて、あれだね、戦艦みたいに作ったね、日本はね。巨大戦艦。結局そんな、戦う前に魚雷でお、あの沈められちゃうんだけど。で、こうなるとね、やっぱ本当何が起こるか分かんないって話になりますので。いや、本当ね、要は経済的な圧力を強化するとか言ってるじゃん。どうだって、それ、
より加速させる、そうそう、よりこれを加速させるんで、はい、やっぱね、もっと違う方法でやらなきゃいけないかな、うん、まあ、あの批判ではあるんだけど、な、代替案は何ですか、まあ、いろいろあると思うんだけど、うん、でも今のやり方やってると結構まずいなとは思いますよ、うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。